こんなレルヒさんですけれども、レルヒさんの歌を歌ってくれているとっても可愛くてキュートな女の子たちがいますので紹介したいと思います。スクール音楽隊の皆さんです。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。さあ、可愛らしい女の子3人登場いたしました。ではここで1曲お願いいたしましょう。レルヒさんの歌お願いします。テレビ CM、 そしてラジオでもよくお耳にするかと思います。これからもぜひ皆さん応援していただきたいと思います。さあ、それではここでシクール音楽隊の女の子ちゃんをねご紹介したいと思います。ではお名前教えてください。樋口美穂です。鹿児島春香です。堀川春菜です。美穂ちゃん、春香ちゃん、春菜ちゃん、3人です。よろしくお願いいたします。さあ、レイリさんと一緒に
いろんなところに行ったかと思いますけれども、どんなところに行ったのか思い出に残っていますか。みほちゃん、ふるさと村。みほちゃんからお願いします。ふるさと村です。あ、ふるさと村、スノージャムかな。はい、苗場スキー場です。あ、苗場スキー場ですね。はい、はるなちゃんは。金谷さんです。金谷さんね、先日行ったばかりですよね。すごい雪でしたよね。初めて見ましたね。はい、さあ今日はアニメマンガフェスティバルということですのでね、何か好きなアニメとか漫画はありますか。みほちゃんからお願いします。トリコです。トリコ、はい。ポケモンモンスターです。ポケモン、はい。アニメちゃん、ケオンです。ケオン、さあ、ね、皆さんね、好きな漫画もたくさんあるそうですけれども、さあレリキさんと一緒に PR 活動で回っている3人ですけれども、さあレリキさん、新曲が出たんですよね。さあどんな曲なんでしょうか。それでは美穂ちゃん教えてください。タイトルを教えてください。ルビサンバ、黄色のあなたに送るです。サンバ、そして黄色のあなたということで、ルビさんでしょうか。はい、さあこのルビサンバ、どんな歌なんでしょうか。新潟県の地名がたくさん出てくるルビさんの恋の曲です。恋の曲ということですけど、ラブですね。さあどんな恋事情が、はい、含まれているんでしょうか。さあ、はるなちゃん、どんなところ大変でしたか、この曲を歌うのに。タンバリンを叩くところが歌と一緒にやらなきゃいけないので大変でした。あ、タンバリンを叩くところですね。さあタンバリンをこれから登場いたします。さあそれでは準備いたします。さあタンバリンを叩くところ、そして今回は衣装の方も一緒に出しました。はい、ところどころね、ソロの部分も出てきますし、コーラスにも挑戦いたしました。どうぞ皆さん聞いてください。レルキサンバ、黄色のあなたに送るです。それではお願いします。Bye.
にはこのステージにおきまして CD の販売を行いたいと思います。ヤルヒさんの歌、そしてただいまお聴きいただきましたヤルヒさんは黄色のあなたに贈る、そしてカラオケバージョンも含めた CD をこれから販売いたします。CD は1300円で販売いたしますので、ぜひ皆様ステージ前の方にお集まりいただきたいと思います。さあ、シプロンガ亭の皆様にもお手伝いしていただきます。さあ、それでは少し準備をいたしますのでお待ちください。